こんにちは、プライマーツです。今回はシャンプーの仕方についてお話したいと思います。まず濡らす前に、特に女性はブラシ等で髪を飛ばします。その後ぬるま湯で十分に髪を濡らします。髪にシャンプーが浸透しやすいようによく濡らし、よく泡立てたシャンプーを全体につけて頭皮を指の腹でくるくるとマッサージをしながら頭皮を洗います。個人差はありますが、濡らすのに2、3分、洗うのに2分、洗い流すのに3分と言われています。洗い流すのも大切なプロセスです。適度なお湯の温度は38度と言われています。洗い流すときもマッサージするように洗い流すのが基本です。髪の汚れは泡で落ちるので擦る必要はありません。頭皮をマッサージすることで髪も健康できれいになります。あとは毛先にトリートメント、コンディショナーなどつけて栄養を補給しましょう。こういった正しいシャンプーを理解することで、健康で綺麗な髪を改善されていきます。では、